ゆるいんだよ。体重を管理することと痛みがないか歩き方をよく見てもらうことですよね。体重は今ぐらいをキープ。そうですね、これキープしていきましょう、2.3 キロぐらいを、わかりました。筋肉差そんなに左右ついてないんでしっかり回復はしてるとは思います。だから、股関節もこれだけね、健常者と同じぐらい伸展して伸ばすことができるんで、もう股関節の方が落ち着いてるとは思います。もしかするとこれからその痛みがあって上げるときっていうのは膝を痛めてやることが多いかもしれない。ああ、あんま頻繁にやるようだったら今度膝の構成を考えなきゃいけないんですけど、まあ、体重軽いんでね、できるだけ環境と体重管理でうまくできればと思いますから、ね、前来たときはなんか筋肉がまだ7割ぐらいだったの。そうですね、ずいぶん戻ってます。使ってると思いますよ。だったね、9割ぐらい、出てる感じあるんですよ、触った感じがね。ちょっとそんな感じで見ていくのか。はい。